渋沢はどっから俺らのこと気づいてたんだ。落ち着けよ、だ彼女が不安がある。伏せ！それが何だ。私は大丈夫です。こっちは大丈夫じゃねえんだよ。何やってんだお前。下の様子を見てくる。悪かった。あんた、怪我してないか？痛むところは。桐生さんでしたよね。ああ。小田さんのことで聞いてもらいたいことがあります。何？私は多分、あの人を知っています。え？やっぱ、気づいてたんだ。織田、動くな桐生。動くなっつったんだ。何してんだお前。悪いけど、俺はこの女を立花社長に会わせるわけにはいかねえんだ。なんだと？だから、お前らには死んでもらうしかねえ。